続いてグルポ中にパーティーメンバーにも自身で任意のエモートを指定したいと思うことがあるのですが、対応可能でしょうか。コンテンツリプレイの録画のようにメンバーの同意が必須でもいいので検討してほしいですということですが、これは僕の決めてるポリシーなので、はい、ごめんなさい NG にしております、はい、やっぱり、まあ、同意あるなしではなくて、うん、自分のキャラが、はい、まあ、本当に自分の分身としてプレイしてるっていう人もいれば、はい、やっぱり自分のなんだろう手塩にかけて育ってきたキャラだっていうこともあって、それをその外部からコントロールされてしまうっていうのはもうどうしてもやっぱ僕的にはその瞬間の絵作りだってだし、もちろんその演劇をやってるようなシチュエーションを撮ろうとしてのリクエストっていうのもよく分かってるんですよ。だけどやっぱりどうしても感覚的に、はい、そのなんかされてるんじゃないかってそれができるっていう機能が入ってると、うん、なっちゃう気がするん で、 そうです、ね、これはちょっと僕のゲームデザイン、まあ、運営ポリシーの中でそれはやめてくれと、あと天候操作とかも本当、はい、ダメだと自分を止めるまではまあ最悪よかろうみたいないいそういうところがやっぱりなんだろう、インスタンス化されすぎると便利かもしれないけどどうなんだろうと思うところがあって、うん、で、これは要望があっても僕のポリシーとしてダメなので実はやめてねって言ってる項目だったりします、はい、でもちろんさっき その動画を作りたいんだとか、うん、素晴らしい絵を作りたいんだという時は、はい、申し訳ないんだけど時間をかけて、うん、もちろん時間かかるのは分かってるんだけどだからこそ素晴らしいんだと思うので、まあ、そうですね、すいません、はい、はい、ありがとうございます。ちなみに GC 招待だけ、グラカン招待員だけはなぜかエモート指定できるんですけど、はい、担当と話しててやつら部下だしなまあプレイヤーキャラじゃないんで、ね、そうですね、なので、ね、そこだけはみたいな感じ、はい、見えない、あんまり無茶な命令はしないのそうですね、はいはい、彼らとはきっと裏で同意が取れてる違いないというはい、ありがとうございます、はい